皆さんこんこにちは篠の篠崎ですえ今回はですねえ学習者の潜在ニーズをあぶり出す方法というお話をさせていただきたいと思います。え前回え学習者のニーズやウォンツをつかみにくいのは取、まあ、りも直さず学習者自身が自分のニーズやウォンツを、まあ、明確に言語化するのが困難だからというお話をしました。えということは例えば学習者からニーズを聞いたとしても、まあ、それはそれとして聞いておきずつつ まだ奥底に言語化されていないニーズやウォンツがあるのではないかぐらいに構えた方がいいということになりますねで、ここはすごく大事なことで学習者が言語化したことがすべてなどとまあ夢夢思わない方がいいんですねでは学習者の真のニーズやウォンツを引き出すにはどうしたらいいのでしょうかえ実はニーズとウォンツの聞き出し方は少し違うので今回はより根本的なニーズの聞き出し方をご紹介します 前回ご紹介した通り、まり、あ、ニーズは目的ウォンツは手段なわけですからまずはニーズを明確にしその後にウォンツにアプローチするのがまあ定石です。基本的には学習者にさらに深掘り質問をするわけですが前提として自分の考えはある程度日本語で表現できる、まあ、JLPT で言えば N3 か N2 ぐらいは欲しいところですね。もし学習者の日本語力が 聞き取り調査をするにはまだ不十分というのであればできるだけ通訳を介した方がいいですさてニーズには健在ニーズと潜在ニーズがあります潜在ニーズとは顧客、まあ、ここでは学習者ですねそれがすでに知っていて自分で言語化できるニーズですね一方潜在ニーズとは学習者自身も認識していない そのため、にわかには言語ができないより深いニーズのことを言います。潜在ニーズの方が学習者にとってはより根源的なニーズですので、私たちは彼らの潜在ニーズを質問によって探り当て、明らかにすることで、彼らのより根源的な問題解決に貢献することが求められるわけですね。では、どのような質問を学習者に投げかけると、彼らの潜在ニーズを明らかにすることができるのでしょうか。彼らの潜在ニーズを引き出す質問、それはどうして、 です学習者の健在ニーズやあーウォンツ、まあ、学習者によってはですねこれウォンツからしか言えない場合もありますので、ねえー、そういった、まあ、健在ニーズやウォンツに対して、まあ、どうしてという質問をもうこれ以上答えようがないところまで中掛かけてみましょうそうすると彼らの潜在ニーズにたどり着くことができるわけですなおその際職務質問のようにならないためにも学習者の発話に対して相図地を打ったり 共感したりすることも大切です。例えばこのような感じですね。えー、学習者が言いますね。日本語が読めるようになりたいと。で、教師が言います。なるほど。どうしてですか学習者ですね。子どもが通う学校からの手紙が読めるようになりたいからだ。で、教師が言います。どうしてですか学習者ですね。水筒やお弁当などの持ち物を持たせるのを忘れたら、まあ、それが原因で子どもがいじめられないか心配だからと。というわけですね。つまり、この方の潜在ニーズは、 子どもが学校でいじめられないようにしたいになるわけですで、この部分を学習者自身の口から言わせることが大切ですなぜならそれによって学習者自身が自分のニーズを再確認することができかつ自分の潜在ニーズを引き出した教師に対して信頼をせるようになるからですねえ、先ほどの会話の流れを示すと以下の通りですまずえ、日本語が読めるようになりたいとそして まあ矢印があっててどうしてとそれに矢印があって学校からの手紙が読めるようになりたいからとそしてさらにそれに矢印があってどうしてとそして子どもがいじめられないようにしたいからということですね。で次に私たち教師は今の流れの逆をですね「どうして」の代わりに「そのために」という言葉で学習者と一緒にたどると日本語学習が 潜在ニーズと明確に結びつき、学習意欲を高めた状態で学習をスタートすることができるわけですね。以下のような感じです。まず、子供がいじめられないようにしたい。で、矢印があって、そのために学校からの手紙が読めるようになりたい。で、矢印があって、そのために日本語が読めるようになりたいと。いかがでしょうか また、ここまで学習者と話すと、ウォンツの内容も大方はっきりしてきます。では、次の段階として、学習者のウォンツをより明確にするためには、どうすればいいのでしょうか。続きは次回にお話しいたしましょう。はい。えー、日々成長につながる今日の問いかけですね。学習者のウォンツをより明確にするためには、どうすればいいと思いますか。はい。えシノ研ではですね、シノ研サロンビジネス実践部を実施しています。 このサロンではですね、日本語教師で起業したい人、あるいはフリーランスで個人事業したい人を後押しして、物心両面で自立した日本語教師の育成を目的に、事業運営や事業経営、主に個人事業ですね、の方法などについて、相互にアイデアを出し合う、まあ、参加型の場を提供いたします。ぜひですね、ご検討いただければと思います。えー、概要欄にですね、案内をつけておきますのでご覧ください。最後までご視聴いただきまして、 ありがとうございました。